戦闘機乗りになるために生まれてきたような男だった。映画永遠のゼロのモデルの一人とも言われる。激強岩本鉄三、シナ事変、大東亜戦争終戦まで活躍した。超一流の腕を持つ戦闘機パイロット。自称216機の総撃墜数を誇るが、実際は編隊によるものも多く、単独では80機とも言われる。岩本は上空から敵機の無線を傍受し、その電波から敵機位置を推測、敵機を発見すると吸収し撃墜、再び上空へとに向かわして次の敵を探す、といった、正面からではない戦法を好んだようです。それは豊富な経験から導き出された計算で、数的に劣勢な日本には効果的な戦闘法でした。戦争末期には特攻が始まり、若いパイロットが敵艦に突っ込むが、ベテラン勢は特攻隊を援護し、戦果を見届け生還しなければならない。岩本は、死んでは戦争は終わりだ、我々戦闘機乗りは、どこまでも戦い抜き敵を一機でも多く、叩き落としていくのが任務じゃないか。一度きりの体当たりで死んでたまるか。俺は嫌だ、と語った。どこまでも勝利にこだわり、命を懸けて戦った強いパイロットが、日本に存在したことを忘れてはいけない。